バベル裁判所。私の名前は吉井加奈子、20歳、群馬県生まれで、高校を卒業後高崎市内のドラッグストアで働いている。ありがとうございます。またお越しくださいませ。大変なこともあるけれど、接客業が好きな私にとっては性に合っている仕事だ。時間になると店の商品を乗せたトラックがやってきて、ドライバーが荷物を搬入してくれる。お疲れ様です、小暮さん。いつもありがとうございます。どうも。相変わらず不愛想ね。まあ仕事は真面目にこなしてくれるからいいけど。お会計660円になります。ああ、かな子今日も可愛いね。もうすぐ僕たちはもしもし、吉井です。俺だよ、わかる？え、どうなったでしょうか？ほら、配達の小暮だよ。いつも薬局で会ってるじゃないか。それでさ、今度いつ暇？二人で遊びに行こうよ。どこ行きたい？え、いや、急にそんなこと言われても。すみません、行きません。え、なんで？いいじゃないか。ごめんなさい。怖っ。何あの人、大体どうやってうちの番号を。電話帳から調べたのかな。だとしたらうちの住所もバレてるんじゃ。その後も小暮からたびたび電話が来て、しつこく誘われたけど私は断り続けた。そんなある日の休日、職場の先輩たちとボーリングをすることになり。すみません、遅くな。え、あなたがどうして。ボーリングがあるって聞いて俺も混ぜてもらったんだ。よろしくね。困ります。こんな待ち伏せみたいなことしないでください。俺はただボーリングに混ぜてもらいたかっただけだよ。ねえ、いつなら二人で遊べる？無理です、ごめんなさい。私が誘いを断れば断るほど小暮の行動はエスカレートしていった。あの、娘さんいますか？娘は今出かけてますが、どちらさんですか？俺は小暮って言います。娘さんいないならいいです。失礼します。あ、今日小暮って男が家に来たぞ。お前に用があったみたいだけど。なんか気味の悪い男だったな。やっぱりうちバレてるんだ、どうしよう。さらに、また無言電話が。たく、最近どうなってるんだ。あのね、あんたが誰だか知らんが、いい加減にしろ。今何時だと思ってるんだ。私は職場の人たちに事情を話し、小暮が荷物の搬入に来る際は姿を隠すようにした。よし、今日はお休みなんです。またですか？こないだもそう言ってましたよね。本当なんですか？もちろんですよ。徹底して避け続けたおかげか、それから小暮はおとなしくしていた。しかしある日、仕事を終えて車に乗ろうとすると、ん？手紙？何よこれ、近くにいるの？早く帰らなきゃ。結局その日は何事もなかったけど、私の恐怖と不安は募るばかり。一体どうすればいいの？この頃はストーカーという言葉が浸透し始めたばかりで、ストーカーを取り締まる法律も存在せず、私はどうすればいいかわからなかった。そして不安を抱えたまま年が明け、仕事始めの1月4日。お疲れ様です。あれ、今日は小暮さんのはずじゃ。いや、なんかあいつ急に会社辞めちゃいましてね。自分が担当になったんですよ。これで少なくともお店で顔を合わせる心配はなくなったわね。さすがに小暮も諦めたんじゃない？そうだったらいいけど、私もそう思いたい。だけどこれまでの小暮の異常性がそれを許さなかった。それから10日後の1月14日、その日は母の48回目の誕生日で、私は仕事が終わった後花屋へ。母へのプレゼントだ。これとこれとこれください。かしこまりました、ありがとうございます。ただいま、遅くの。いや、遅かったね。え、嘘、どうしてここに？お前を待ってたんだよ。かな子、おとなしくしろよ。お前が悪いんだからな。お前が俺を拒絶するから。やめて、助けて、お父さん、お母さん。バカめ、呼んでも無駄だ。小暮さん、お願いだから落ち着いて。とにかく話をしましょう。私と話したかったんでしょ、ね。そう、力を抜いて。ありがとう。家族のみんなはどうしたの？薬で眠らせてある。小暮はそう言い残すと家から出て行った。助かった。私はすぐ警察に110番通報。父と母と祖母を探した。そしてお風呂場を覗いた時、キャー、嘘、死んでる。いや、こんなの嘘よ。目を覚ましてよ、お父さん、お母さん。その後私は階段下で祖母の遺体も発見した。祖母は絞殺、父と母は家にあった包丁による刺殺だった。私はたった一晩で家族3人を奪われた。私がいなければ、私が小暮を何とかしていれば。
殺されずに済んだのかもしれない。あの夜、私の家を出た小暮は車で逃走。翌日には群馬県警が殺人容疑で小暮の逮捕状を請求し、全国指名手配されたが、事件から22年以上が経過した現在も小暮の行方は分かっていない。弁護士の先生曰く、捕まれば死刑もあり得るそうだ。2018年には小暮に約1億円の損害賠償を求める裁判を起こし、訴えが認められたが、もちろん支払われる見込みはなく、私の悲しみや苦しみが言えることはない。そして私は彼が捕まるまで一生怯えながら生きていくのだ。